はい、偕楽公園に着きました。ここですね、ワカサギ釣りが釣れるとこ。では早速行きます。あ、注意事項書いてます。それでは、ワカサギ釣りの釣るにはね、このドリルを使わないと釣れませんので、穴を開けていきたいと思います。そんなビビるもんじゃねえ。マジで？お、はい、見てください、行きました。早速ね、見本を見せてもらったから、コンビファインユーキもやっていきたいと思います。さあ、まっすぐだな。イエス、オッケー。これこっち、あのねじ回す方向でお願いします。本当はなんかテントを立てる前にやるのが本当らしいんだけど、ちょっとなめってる。本当だ。お、テント邪魔だろ。そう、なめてます。めっちゃ硬いよ、ここ。いや、最初そんなもん。あ、マジで？ところがですね、これ、だん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 滑っていくのか。いや、もう、まあ、穴掘ってるとこがそこだから、そこだったらまっすぐにすればいい。あのね、力入れなくて、軽く回しながらでいいよ、実は。こう。掘ってくから、一応。だんだん曲がってきてるよ。いや、もう曲がってるわ、普通に。斜めってるよ。やばい、不器用さが出てる。抜けた？お？抜けた？お？勝った。最後に抜けたらズボっていくからこけんなよ。で、それでいったら一回上げる。お！曲げる？あ、回せた。あ、いけた。で、そこだと上下上下、思いっきり上下して穴作んないといけないから。あ、そう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 、いいねいいね。おー、終わりー。いったー、すごい。よし、はい、かなり時間かかりましたが、穴ちゃんと開きました。ではこの掘ったやつをですね、こういうふうに、こういうふうにね、この雪の塊を上から吸ってあげて、あ、中から吸ってあげて土手を作る感じでっていうことなんで、早速作っていきます。でもこの中見てもらうと、もう水ジャバジャバなので、あとこの細かい雪をこう土手で、そうですね、こういう感じで固めていければいいのかなと思われます。はい、では釣り竿を借りました。ワカサギ釣りの釣り、なんかいろんな種類あったんだけど、なんかこっちの方が小さくて使いやすくていいかなと思って、コンパクトなサイズにしましたよ。はい、つけてもらいました。ちょっと金具が硬くてですね、ちょっとうまくいかなかったのでつけてもらいましたよ。こちらがね、仕掛けになるみたいです。はい、ここからちょっと選んでつけていきます。今ですね、餌をつける作業です。これちょっと今つけてもらってます。締める方がいいね、こうやってなんか締めるの、うん、すげえ締め方はいいね、面白いわ。締め方のいい感じだよ。おっせー、遅い。忘れてないけど遅いわ。あ、待って、なんか重たい。あ、気にしてる。あ、逃げられたのかもしれない。回した感じが重たかったような気がする。でも手の感覚わかんねえんだよな、俺な。俺もわかんねえな。
方とさ、俺今さ、こうやっててさ、ちょんってなさ、たわでも、ちょんって君やったけどさ、お耳感じないから、あ、いた釣れた。ようやく釣れた、1匹目。3時間ぐらいやっててようやく釣れたよ。いや、釣り方悪かったんだ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、シャーたんたたんたたんたんたん、ちっちゃいワカサギ取れたぞ。一匹だけまだいや、その前にちょっと動画撮り忘れたんですけど、ウグイは一匹釣ってるの。これで二匹目ですもう24回だし、そう、結局今いろいろやってくれ、全部結局10円で落ちてた。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらぜひチャンネル登録、高評価の方お願いします。この画面上にありますアイコン、おすすめ動画になっておりますので、よかったらぜひチェックして、高評価、チャンネル登録の方もお待ちしております。コウミ雰囲気でした。バイバイ。